それでは桜きのこ園の楽しみ方を流れに沿ってご紹介しましょう。到着したらまずは受付です。受付が済んだらいよいよハウスへ移動。ハウス内では1年を通じて美味しい椎茸が栽培されています。おすすめは朝一番の時間帯、肉厚で大きな椎茸が取れます。椎茸はハサミで切って収穫します。この時の注意点は軸が残らないように切り落とすこと。軸を残してしまうとそこから傷んでしまいます。椎茸は大きさでは味はほとんど変わらないので、使い方に合わせて好みのものを取っていきましょう。バーベキューガーデンでは本格炭火バーベキューがお楽しみいただけます。ぜひ採れたての美味しい椎茸をバーベキューで味わってみてください。